アドビ a イメージレディはかつて販売されていたアドビのグラフィック編集ソフトウェアでウェブ向けの画像作成に特化した製品。1998年に最初のバージョンを単独で発売。同様の製品としてマクロメディアのマクロメディアファイアーワークスと競合する中、2.0よりは圧倒的なシェアを誇る同社のアドビ h フォトショップに同梱されたことでユーザーを増やす。 その後もフォトショップに同梱される形で流通し、単品での販売は行われなかった。共通のユーザーインタフェースを持ち、互いにワンクリックで編集ソフトを切り替えられると、フォトショップとは非常に親和性が高い。GIF アニメーションなどを作成するためのアニメーションパレットや、一つのイメージを複数のファイルに分割して保存するスライス機能、マウスポインタの位置に反応する、 ロールオーバー機能など、ウェブページ制作で求められる、画像編集機能を搭載している。ただしイメージレディの吐き出す HTML や、スクリプトの質については、ウェブのアクセシビリティなどの側面などから見た場合、やや問題がある。また、ウェブに特化した製品という性質上、カラーモードは RGB のみ、画像の保存形式は PS、PSD、JPEG、GIF、 PNG の未登とビットマップ画像の編集ソフトとしては機能が非常に限定されている。2005年の Adobe によるマクロメディアの買収によってかつての競合製品であった Fireworks ーーが Adobe Creative Suite シリーズに組み込まれたこと、そして CS3 においてアニメーション機能等が Photoshop Extended に統合されたことによりイメージレディはその役目を終え、 CS2 を最後のバージョンとして開発が終了した。4番目となるリリース時に、同梱元であるフォトショップとバージョンを同期し7.0としたため、リリース回数とバージョン表記には、ズレが生じている。ありがとうございます。